IWGH IWGH3 チャンネル OK OK Can you hear me? あ、なんかそれが中継？中継。大丈夫。本当に。革命の記録が映ってるよ。もっと早く。今仕事が終わったから。革命が始まるよ。こんな街角から革命が始まろうと。あらまあ、こんな街角から革命が。一回も結婚してないからもっと取るな。革命が始まろうとしています。とにかく立ち上がることを示すだけっていう。立ち上がることを示す。今政治とかはこう俺たちを押さえつけて、まあ、我が家も勝手にやってるけれども、まあ立ち上がらなきゃいけないってことだ。はい、どうも。こじきです。なんかこう、こじきコスプレ。こじきコスプレ。革命をどうやって成功させるつもりですか？革命なんか起きません。Tシャツを取らせて。はい、革命坂も、はい。はい、革命なんか起きないから安心してくれ。起きてないそれ。え、革命なんか起きないよ。こういう起きたらろくでもないことになるからな。何言ってんだよ。革命を起こさなきゃダメなんだよ。はい、やってくれ。おう、だけどね、10倍じゃないの。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 10
世界を変えるというか作っていく力をつける政治家にならなきゃいけないから、そう考えるとまあいろいろ言われた方がいいよね。そう思ってるから自分の日本変えてるから、はいはい、国なんかどこの昔に変えてた方がいいよね。何、ね、国なんかもとっくに変えたけど太ったんだわ、うん、うっとしいもんね、さっさと変えた方がいいよね。まあどっちでもいいんじゃない。まあ、ね、だとさ、杉浦君もそうだからさ、そんなこと言ったってさ、そうだねとは言えんじゃん、杉浦君もそう言われてる。何言ってんの。うん、まあそういう感じだよ。そういう感じじゃなくて真剣に聞いてるんだよ。真剣に、うん、真剣に、うん、だから昨日わざわざ何思い切って真剣に勇気を出して電話してるんだから。ありがとうありがとう、真剣に、うん、いやいや、あんなに叩かれて自分は叩かれてる、俺が叩かれてるっていうか言われてるじゃない、叩かれてる。違うんだよ、みんな本当にこの政治を変えたいとかそういう気持ちが強くあるんだよ。だからこそ戦いだ言い方ごめん失礼だった、言われてるじゃない、言われてる、意見をされてるって、どういった意味だから戦いだごめんなさい、否定ね、うん、で、うん、凹まないの、凹むっていう意味がよくわかんないけど、言われ、な、何を前向きとって、前向きというか何を言われたっけ、何を言われたっけ、結構言われてたよね、余裕みたいなもんね。あ、近藤ゆり子さんか。あ、勉強して。いやいやいや、近藤ゆり子さんはさ、だまあそれは別として、雰囲気にもあの人だって、お前さんがどうぞっていう子たちに言われとったじゃないですか。言ってたな。で、それって、
まあ期待されてんだと思って、うん、言うのね、分かったの、 OK、 いいわ、言ってやって、じゃなきゃ言わないじゃん、だって、いや、自分前なのかな、そこってなんかよく意味が分かんないけど、もうそこの意味がよく分かんない、あーって言われて、私も言ってるで、うん、それついて、次の人にはなんて言ってるの、言葉が出てこないよ、いや、そのさ、だってさ、結構さ、自分で自分のことを考えてさ、なんていうか、自分で自分のことを考えて増えてると、ありがたいと思ってるから、うん、結構ありがたく思って撮ってるから大丈夫ね、はい、行ってらっしゃいし、本当いいわ、もう、はい、おいおい、あんたはあ、なんだ、ちょっと酔っ払ってんな。なんだっけこれ。なんだっけな。ヒューマンエラー。だからそういうような考えで本当に子供だけを見やすくだから反対賛成関係なくだから俺山口さんに言われてたのねかっこよくてみんながこう注目されてくるんだろうどうやってくるんだろうエンターテイメントみたいな。だから踊る人間は踊ったらいい、うん、音楽に合わせて前で音楽に合わせて踊ってくれたらいい、で、音楽をやる前で音楽かな一曲なんか僕が仕掛けてだから今現状を本当にでも変えていかないと、うん、っていう部分がすごくあったもんで今回はこういうやり方をしようとツイキャスツイキャスじゃない IWJ3 チャンネル IWJ なの、うんうん、大谷さんおかえり。ただいまー。おかえり。でも今度は名古屋で何をするんですか。僕自身はかっこよくないと。かっこいいデモをやります。かっこいいデモか。いいね。ダメだと思う。かっこいいデモ。でもやっぱりやり始めてわからんじゃん。何がかっこいいかって。だからこういうふうにすればいいんじゃないとかっていう。どんどん。どんどんそこから俺この前さ山本太郎をの選挙を三宅洋平も一緒にお何だ選挙三本をやったあの何だっけな斉藤正史さんそうあの人と話をしたんだけどさ面白かったうんあそうそう24日になんかすごい選挙に詳しくてあっていいと思うけどでその無所属の候補者ばかりをこうやってて、票ばっかりだと、すごい面白かった。絶対に、なんかね、すごく次の衆議院選挙でいっぱい候補者立てるって言ってたけど、僕はコロナで、なんか、傭兵さんの選挙説見に行ったことある三宅洋平って緑の党から出た人なんですけど、まあ、ついで17万票取った人で、そうなんですよ。だから、洋平さんは、もう、まあ、もし民主党が民主党だったら、もう真ん中辺の距離で違ってたけど、緑の党から出たばっかりに思ったんですけど、それを変えて、で、まあ、それはいいとして、洋平の。
勉強会のフェスは本当にかっこよくって感動するんです。その彼が自分 の, そのライブ自体が MC を多いで MC を多くって、まあ、聞いてるみんなすごいから共感して感動する。だから勉強フェスだからさらに多くって1時間55分で喋って最後に1曲だけをやって終わるし、そうね、すごい喋りもかっこいい。それはね、もうやって参議院選挙中にやって名古屋の矢場公園とかすごいいっぱいで、いろんなところで渋谷とか全国で広島でもやってるんですけど、広島や京都や大阪や東京でも、ああ、YouTube で見てるんだけど。あ、見てる。さらに、漫画喫茶。漫画喫茶って言うの。ああ。今、なんか、こんな感じじゃないから。例えば、セブンが、今入ってみたら、はい、僕らが僕らに聞いてくれるそうだね、1月10日から名古屋とかよかったもまた日本語が日本語がうちの最後の日本語ぐらいはなんかわけわからんことになってて、まあ、それはもう皆さんわけわからない私は酔っ払ってたわけわからない空になった瓶とかいっぱい、はい、いやもらえた。あのガス原発の台風で。みんなね、お前働かないか。働かされてる。まあこれも。ああいいね。その後に宣言文が最優先カンパの箱で私たちは選びます。原発の安定感を誰も被爆することのない世界を私たちは守ります。私たちは守ることを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 私たちは歌います。絶え途絶えることのない世界を西岡さん、明日って何時？街頭で3時？ちょっと街頭で喋、これは喋るのは新自由主義はもうやめよう。あ、新自由主義は諸悪の根源。そうだね、銀行なんてクソくらい。人間の幸せが世界で一番大事なの。うん、そうだ、人間の幸せ、なんで企業の儲けが、うん、企業の儲けなんていらないの。そうだな、僕らは僕らのために生きてきます。うん、そうだな、企業なんていうのはね、大企業なんてもういらない。大企業いらねえか。銀行はいらない。銀行いらねえか。僕らは自分たちで生きてきます。自分たちで生きていきます、うん、生きてこう。なぜか人間の幸せのために循環しましょう。あなたと私は循環しましょう、うん、循環しましょう。あなたの幸せは私の幸せ、あなたの、私の幸せはあなたの幸せ、そうそう、循環でいい、うん、だけど大企業の幸せは僕らの幸せではないの。意識を持たそうだな。要するに搾取するのが良くないよな。そうだよ、かっこよさって。集めれば集めるほど貧乏には増えてくる。なぜか成長がないから。あ、これ成長か。ここの中のこれだったら富は絶対循環するっていうことは限られてる、うん、限られてるっていうのは独占したらどうなるの、うん、貧乏人はお金がなくなる、うん、そうな、生活ができなくなる、うん、そういう世界は僕嫌です。そうそう、みんな幸せになろうぜ、なろうぜ、なろうぜ、幸せになろうぜ、うん、これ何動画、本当に楽しくなるのができないんだ。
動画続けていけないから、みんな幸せになろうぜ、うん、なろう、僕は楽しいことを、あの生きてる普通に生活してる人たちが幸せになるのが夢です。僕たちの子供ももっと幸せになる、うん、あいいね、全員幸せになる、うん、大企業、企業なんていらないの企業が儲かると僕らが不幸せになる、まあ、やりなぜか、そうな、お金は限られてるから、企業が独占したら庶民が全部不幸せになるの。これは経済の真理だ、経済の真理か。だから僕らのお金はみんなで回すと、みんなで回す、企業には一銭もやらない、企業には一円もやらない、アマゾンにはお金は使わない、セブンイレブンにはお金は使わない、マクドナルドにはお金は1円も出さない、一切買わないの。ポテトもダメ、そう、そういうことなんだ。そこで地元で商売する人、僕大事にします。わかりますか、踊るくらいや、簡単です。そうね、簡単です。そうお金を大企業に回しちゃダメなんです。俺の高校の後輩がさ、商店街を復活させたいって言ってんだけどさ、ね、経済はみんなのもの、うん、あの顔が見える範囲で経済を回しましょう、うん、いいね、最高でしょ、うん、簡単なの。で僕らが握ってるんです。なぜか、お金をつくのは僕らの自由でしょ、うん、だから俺はアマゾンには使わない、マクドナルドには使わない、うん、一切使わない、1円も使ってないよ。 OKOK、 1円も買ったら嫌いだもん、ってねえかな、うん、だけど、地元 の、 あの商売やってる、食べ物やってる人には使います、うんね、みんなに頑張ってほしいから。そうだよな、うん、俺はもう本当に大企業、大企業、もう本当にお金は循環ですから、うまいもん食いて、八百屋さんは好きだけど、いいね、藤本さん、デモの準備の話ってしてないですね。なんで、そう、今ずっとデモの話、ここがしてます、ここがしてます。今デモで、あの、はい、何着ていくか、あ、違う、デモ、そういう話ですか。そう、あのドレスでもありなのかどうなのかとか、でこう、いや、まあ、どんなやり方なのかを今、来るのでも、どんなやり方なのか、なんか今の流れで絶対来なあかんことになってきたの。来るよね、あなたも来るよね、あなたも来るよね、あなたも来るよね。僕に聞いてくれ。絶対来るよ。絶対来るよ。あのスーツで、中華、あのタキシードぐらいの、アノニマスアクションから参加した。そう、あのなんかね、2年にね、山公園に出るようなぐらいのレベルが出なきゃダメ。いや、ハードルが高すぎるよね。ロフトの隣、6日の話じゃん。じゃあさ、雇用の用語やってよ。雇用の用語。あの、こう言って。くれますか。出たでしょ。でもはね、3時集合4時雇用の用語。雇用の用語は、こういうなんか、キャリア、問題ないと思うし、僕らは分からない。どういう、それに聞こうとして、エリサ出て、いや、女性はね、女性は目立ったの。でも、どうやけど、キャバ嬢だと思うよ。踊りに来てくれ。違う、踊りに来てへんかな。いや、女性が目立つと幸せで、世界が幸せだから。よし、まあ、わかんないですね。だから、まあ、特別な街だから、あの歌舞伎町っていうのは。わかるよ。特別な街だからね。絵になるんですよね。よし、なんか音楽を、タキシードってめちゃめちゃハードルが高いな。俺スーツも嫌いなのに、僕もスーツ嫌いなの。じゃあだけどやっぱりね、なんかそういうイベントの時はなんか決めてくるといいって感じだよね。だけどせめてタキシードはスーツぐらいにして、ネクタイだってもう2年間してない僕は。本当、うん、
でも嫌いです。蝶ネクタイでもいいよ。蝶ネクタイ？じゃあこのでかいやつね。こうビヨーンってやつ。ビヨーンそれ笑う。それもありだ。いやそれ、まあ、笑いの路線でもいい。あんなもんさ、大企業のさ、な大企業嫌い。大企業。この世の中のね、仕組みが分かってきた。仕組みは？お、この世の中の仕組みが分かってきた。仕組み、うん、簡単です。簡単か。お金の回り方が経済。うん、あそれ分かるから、うん。お金の回り方か。お金の自分のお金を誰に使うか。うん、かっこいいの考えよう。八百屋、自分の知ってる八百屋さんに使うか、はい、ね。セブンイレブンに使うか。うん、さっき聞いたよそれ。あそうやね。だけどこれもう一遍言うよ。うん、もう一遍。くどいけど言うよ。うん、経済はお金です。うん、そうだね。で、お金はある特定の企業が儲ける道具じゃないんです。うん、そっか。でもね、うん、お金はなくてもいいんだけど、うん、まあ、今の、あの仕組みで言うと、うん、まあ、とりあえずあることを前提に話しましょうか。うんうん、俺ね、最近すごいあのいろんな人に会う。で、最近忙しいからさ。それをなんていうか自分の中でいろいろ深くゆっくり考える時間もないんだけど、すごいいっぱいいろんな人に会う。まず一人目は83歳のおじいちゃんで、まあ毎日俺あの畜産を回ってんだけどさ、あのピンポンピンポンって政治の話を、いいよいいよってなって政治の話を聞いてくれって言って、それでピンポンピンポンって言ってて、83歳のおじいちゃんがいて、おじいちゃんは特攻隊だったの。特攻隊に昔いて、入った時にもう飛行機がなかったから知らずに住んだ。お兄ちゃんが3人いて2人が戦死した。で軍人の家系で、軍人なのが当たり前だって思って育ってたんだけど、はい、まあ、戦争が終わったときに、タバコやめた方がいい。もうやめようかな。先生もうめちゃくちゃ動かれるから、それでもうあの終わった瞬間にもう上官も一緒の虫に、うん、でまあ兄貴も戦死して、で村にこう軍人になって帰ると人気者なんだって。でまあそんなこんなで、まあ、その戦後も自分で商売やったりして、すごい、まああの辺の人たちはさ、みんな腹すかしてるじゃん、あの時代は。もう食べるものが何もなかったって、そんな時代を生きてる人たちはさ、みんなそう言うんだけど、まあなんとか自分の商売で生きてきて、それで、最近俺は、こういった周りでは、その大企業がダメだとか、アメリカがダメだとか、そういう意見が当たり前、TPP ダメだとか、原発ダメだ、アメリカに逆らうのが当たり前なんだ。アメリカ目線か、うーん。本当は、アメリカに逆らうのが逆らうの。ゆっくり。うん。政治の話をします。3時間もやっぱ政治の話をしてます。全然そのアメリカに逆らうなんて、とりあえずとんでもない。その人はもう民社党っていうところの、まあ、春日一郎っていう人とか、あとはなんか、ね、まあ、その下にいる安井さんっていうですね、民社党とか民主党の議員を割と応援してた人らしいんだけど、本当にアメリカに逆らうなんて、やめろか。戦争に負けたアメリカに、アメリカに負けてよかったっていう、負けた相手がアメリカでよかった、こういう、ね、うん、それはいや思わないよ僕は。それよりは良かったって。そうなんだよ、言ってる、うん、だけどね、アメリカでひどい国だからさ。そうなんだよ、そうなんだけど、言ってることはやっぱりおかしいなと思ったところもあるんだけど、もうでも完全にも、まあ、悪い言い方をすればアメリカの犬というか、アメリカ様様というか、そういう生き方を、その考え方をその人してるんだけど、でも少なくともその人は刺さったことがあるよ。
前身としてさ、で兄貴とか死んでるわけですよ。そういう人が別に高い大人も実際にアメリカに負けて、ああアメリカに逆らうなんていうことは本当にバカなそういうことだと思ってこの日本を思ってくると生きてきた人がいるんだよ、ね、それって何なんだろうね。その自分の兄弟がアメリカに殺されたわけだけど、そのアメリカを憎むんじゃなくて、で今度は負けてアメリカの統治だしろ、アメリカの長いものに負けれ、負かれろ、お上の見立てつくな的な感じでアメリカに立てつくなっていう、そういう気持ちなのかな。違うと。どういうどんなんだろう。多分それかアメリカは正義だと思ってる。そう、割とそういうところは多分、自分たちの自由を解放してる。だから立てつくのは上官にはその仕返しに行って、そういう日本の帝国主義から解放してくれたの。だから解放っていう意味で自分たちを自由にしてくれたっていう思いがすごくある。でそのやっぱりその豊かさをここまで作ってくれたっていう部分だとか、あの時チョコレートくれたとか、あの時給食の出汁ウニくれたとか、だけど出汁ウニまずかったね。まずかったね、出汁ウニ。で飲まないとね、あの怒られたのよ。ほんで腹をこうやってやって飲んだよね。だから多分そういった意味でヒーローなの。誰が？アメリカ自体が。アメリカヒーロー？その人たちにとっては、結局自分たちがすごくあの上からガン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 やられてたのを解放してくれたっていう部分ですごくヒーロー。あのね、こうやって言うじゃん。戦前はあの軍国主義にみんなやられてた。でアメリカに解放された。アメリカさん万歳。あのバカなこと言うなって。俺は思うんだけど、アメリカにはいいところと悪いところがあって、いいところももちろんある日本にとって。だけど悪いところは悪いところ間違いなくあるんだから、そこに関しては悪いものと悪いところはっきり言わなきゃいけないところは思ってない。だけど、その人はそんなことを言うことすらもうバカらしいって思ってる。で、俺が何を言いたいのかっていうと、もう人が生きるっていうのはさ、すごいなんていうかさ、もう、例えばこう、対面してさ話をすればさ、あこの人はすごい人だなっていうのが肌で分かるっていうか、そういう感覚ってあるじゃん。あこの人は本当に頑張って生きてきたんだ、その人は少なくともそういう人だって。でアメリカの話は、アメリカの話は内容は間違ってるかもしれないけれども、俺とは意見が違うんだけれども、だけれども人間性はすごかった。そう、人として生きてきて、あすごく頑張って生きてきているんだっていう、その人の生き様というか、そういったものがあるじゃん。でその人も83年生きているわけで、少なくとも間違いなく俺よりもその視線をくぐってというか、死ぬような思いをして苦労をして生きてきている人がそういう意見を言っているわけで、それをさ単純にそのなんていうか走らったり、あそれは違うよなんていうことは、それなりにその戦前から戦後に生きてきた人たちがアメリカに解放されてよかったという思う人たちの話をしてるの？違う、ある一人の83歳、その人は、どういう考えでも、僕アメリカにあの解放されてよかったと思ってるわけじゃないよね。解放なんていう話はしたこともしないけども、軍国主義は否定してるわけだよね。主義の話も知ってなかったけど、だけど上官はあの上官には近い、上官には仕返しをしたので、まあ、でじゃあそれは個人的な話でしょ、もっと大きな話しよう。いやもっと大きなところを考えてるのかどうかは分からないけれど、その、まあ、考えてるわな、それは。とりあえず自分の世界、自分の周りの、そう、自分の思うことを彼は言っている。まあそれはそれで分かる。でもね、今はのこの流れはアメリカが正義だ、日本は悪いことやった、だから今改めた、今アメリカのために日本は恩恵を被ってる、だからいいだろう、民主主義はアメリカの恩恵だって言ってる。感想は？え、俺の感想？日本はアメリカのおかげで民主主義を享受してる、今すごいいい国だ、アメリカのおかげです。 OK？ いう部分もある。 OK？ いや OK じゃないけど、そういう部分もある。ノーっていう部分言って。ノーという部分はさ、やっぱり俺は帝国主義というか、その戦争でその人々から搾取するっていうようなやり方は俺はもう嫌いだから。今のね。今のアメリカでしょ。昔からの植民地政策であるとか、その要はその人が人を虐げて。アメリカは信用できる？ん？アメリカは信用できる？いやだからできる部分とできない部分がある。どういう部分が信用できない？
だから人から搾取をしてね、奪って、人でも動物でもいいんだけど、とにかく他の命から奪って、その人、で評価できることは、あのね、国益っていう意味だって、アメリカも、まあ、アメリカは世界の警察だとか民主主義を、そうだよね、作るとか言うんだけど、ひどいよね、それは言うんだけど、でもあの基本的にはやっぱりアメリカは国益を守る、アメリカ人の国益、アメリカの国益でしょ、アメリカの国益、そうだよ、アメリカの国益、中東の国益ある、違う違う、エジプトの国益にかなう範囲で中東に民主主義ができればいいなとか、とんでもない奴らだよね、うん、そうで、俺が言いたいのはそうなんだけど、そういう話って結構いろいろあるんだけど、そういう人に出会った時、その83歳のような人っていうのがやっぱり日本を作ってきた大多数の人間がたくさんいるんだよ、それが今現実としてあって、だから、うん、で、その人たちと手を結ばなければ革命は進められないと俺は思う、まあある意味ね、私は、杉浦君のその柔軟なその姿勢って尊いと思うよ、だからその人の考えっていうのを理解できる柔軟性あるのは尊いと思うし、そうやってそういう人たちの考えとか生き様とかを理解した上で話せようしないと、その変わっていかないっていうのがあるから、ただ、流されるんじゃなくて自分自身はぶれないで、その今自分で言ったようにアメリカのいいところと悪いところがあるということをきちんと把握してて、あの83歳のおじいさんにずっと迎合するんじゃないっていう、もちろんそうやってね、分かってて、じゃあだからアメリカのやりたいことは知ってる、世界を自分たちの価値観で統一しようとしてるの、統一した後はどういう世界が待ってるかっていうのを よく考えてください。彼らはアメリカの国益でもっと狭く言えば、あのユダヤ人って言っちゃっただけなんだけど、ユダヤでしょ、アメリカの 1% の人たちの国益、そうです、の国益というか人たちの利益、だからね、それはね、本当に生きるあの 99% の人たちにとっては最悪の世界なんですよ。だったら、ひどい世界だよ。彼らが思う通りにやれる世界を望んでるんですよ。ところがそれはね、彼らが思う世界というのは、その以外の人たちにとっては最悪の世界なんですよ。だって、自分たちの、思うことを実現できない。アメリカに逆らったら一切ない。自分たちの生活もない。で、文化とか全部破壊される、それを良しとしますか、アメリカの思うままにやるのを OK としますか。今日、それで今日ピンポンって言って会った人は72歳の人、70、その人はね、それと別に戦争の話をしてるわけじゃない、音楽の先生、音楽の先生で、昨日ヨーロッパから帰ってくる、毎年イタリアに行って、なんか講演をして、で帰ってくる、毎年行ってるんですよ、うん、でその人は他の人から紹介されて、あの人たち行ってきなよって言われて行ったんですけど、うん、で政治の話をしたら、お前ガス原発なんて言ってちゃダメだぞって言うんだよ、で何ですかって言ったら、原発そりゃなければないにない方がいいに決まってるけど、今これだけあるんだから現実に、それをどうこうしようっていうのも違うよみたいな、まあよくある意見、じゃあよくある意見なんですけど、まあ、そういう話をしてきて、まあその俺は割とそれをまあ論破していってもいいんだけど、まあそういうことするのもめんどくさいなと思って、もっと他の話をしようって、まあ、音楽の話をしたり、まあ自分が政治をこうやっていきたいんだけど、政治に関してどういう興味があるかとか、どうやってやっていけばいいかっていうアドバイスをもらったりとか、そういうのをしてたんだけど、やっぱり音楽をやるっていうんだよね、イマジンや歌おうぜ。イマジン歌おうぜ、うん。イマジンが全てなの。イマジンが実現できれば、もう本当にね、もうそれで OK。みんな幸せなの。イマジンってどういう歌だっけ？イマジンって。わからねえ。わからないの？イマジンって想像してみようってことよ。そう。平和な世界に国境なんてない。国境なんかねえか。そしたら、だってなんで争わないの、なんで中東とアメリカが争わなきゃいかんの、なんでイスラムとキリスト教が争わなきゃいかんの。でもね、僕
じゃなきゃいけないんだよ。キリン以上に僕なんか命がけのジョン・レノンの大ファンだけど、もう昔から10代の頃から何、ね、アラフェリーなんてこれっぽっちもないんで、僕僕よく似てるって言われる桑田まあいい、まあその話だけど、いや僕喧嘩はするけど、でもね、殺し合いはすることもないよね。あのね、ジョン・レノンってね、この頃ちょっと違った見方をしてて、結局ジョン・レノンってね、ビートルズ時代からね、余ったれたね、歌しかばっかりしか作ってないんですよ、冷静に考えてみると。イマジンだって結局甘ったれの極みの最後行き着いた小野陽子のちょっと下ネタっぽくなっちゃう表現していいかどうかわかんないけど、結局ね、小野陽子のまたぐらいに甘えて終わった人生みたいな。じゃあイマジンだって、じゃあお前はどうしたいんだ、お前はどうしたいんだ、あれすごい甘ったれた。じゃあ自分はどうしたいんだ、自分はどうしたいんだ、イマジンを否定する、お前はどうしたいんだ。否定はしてないんです。お前はどうしたいんだ、あんたはどうしたいの、この世の中はどうしたいの。究極の愛があった上で寝ないと。そこはキリンさんの考え。キリンさん関係ないじゃん。あんたはどう思う。いや、キリンさんの考えに同調したからあのメンバーになったわけ。言ってください。ただこの世の中はどうしたいの、イマジンじゃないって言うんだったらどうしたいの。僕はイマジン。いや、あれ否定してるって意味じゃなくて、この頃ジョン・レノンって人となりをね、ちょっと違った考えで見て、話し合いからまず対話からまず始まるみたいな。さっきイマジンを否定したんだよ。いや、否定はしてないんです。で、じゃあ OK ね、イマジンさっきのの話っていうのはすごくいい。結局ヘルプとかにも顕著にあるんですけど、ヘルプの歌詞だってあんだけあれだって明治の理解してあげることで相手も多分その絶頂の時期にあの歌を書いたわけで、あれだってまあビートルズのジョン・レノンとしてあまりの忙しさにもうちょっとこの状況じゃちょっと僕は細かいことがいいの、もう些細なことはいいの、誰でもいいから助けてなんて、そんな歌は結局原点から最後まであの歌は余ってます。でも、まあ、それに今度逆に自分がジョン・レノンの愛に対して、そうそう、でジョン・レノンはもう争わないって言ってるんだよ。賛成？反対か。それを言えって。甘ったれの優しさが基本あの理念にあったからこそあの優しさだから平和。ほんでどう思うんだあんたは。どうしたいのこの世の中。結局僕もジョン・レノンとすごく似た考えなんです。だからああ賛成。あまりにもだからだって桑田佳祐もそんなことは僕もその通りだなと思って、でももうちょっと違う考え方。例えば？だから今言ったいや。いいんだよ細かいこと言わないから。ジョン・レノン賛成か反対かどっち。いやもちろんずっと一緒賛成。もう本当にね、世界人類誰も一人一人100を60、70億人誰も戦争する、争う必要ないの、誰も争う必要ないの、ノンプレブレムだよ。キリンさんともこの間僕がそういう考えを持っていたって話したら、まあ結構理解してくれたかな、分かんないけど、みんな一緒だから、そのジョン・レノンのその、まあ表現悪かったかもしれないけど、その余ったれたね、思想理念をもっと具現化してもっとリアリティを持たせたのがキュージョン経営じゃないかって自我したんだけど、簡単に言ったらもう大喜びされて、そうだよ、子たちはよく分かってるじゃないかって。そうか、まあそれはいいけど、まあ、そういうコンテンツだけど、そういうそこで持っていこうかな。ジョン・レノンは好き、だから大好きなんです。もうそれは死ぬまで変わらない。オッケー、それでいいんだよ。ある程度お金争う必要ない。今争ってるとこあるじゃん。だからその、なんで争うの？中東？アメリカ？石油？関係ねえじゃん。なんで争うの？あいつらは自分たちの利権だけを追ってるから、
そうなるんだ。だから経済とか、アホだよ、要するに。経済学の、もう永遠になくなってほしい。僕らに大事なのは、日々生活の幸せな、平穏な生活、幸せな、みんなそうなんだよ。99% みんなそうなの。思ってることでしょ。だけど、1% のアホな奴らのために僕らの幸せは、阻害されてる。さっきもとんでもない成果、だからもっと叫ぼう。世界の平穏無事、争わない、みんなみんなハーグし合う世界を、ハーグする世界を作りましょう。オッケー、簡単じゃん。はは、簡単じゃない。だって僕自分の家族も好き、地球も好き、世界中が全部好きだからね。反対、レベルが下がって介護保険の介護料が上がるもんで、お金をどんどん国が、これをもっとね広めないとね、今の日本人は、今の日本人は企業が幸せになれないと、働く人が幸せにならないと平気で言ってるの。企業が幸せにならないと、働く人が幸せにならないと平気で言ってるの。本当？企業なんていうのは、ブラックの犬はね、なくてもいい。ブラックはいらない。え？原爆？原爆？これが一応カメラですか？なんで？写真じゃないですこれ。今ビデオというか、そうやって、そういうのが大事。なんでですか？いや、それを証拠にとって、証拠じゃない。証拠じゃないです。証拠じゃなくて、番。もういいんじゃない？はい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 。ざけんなじゃねえよ。まあ、いいよ、いいよ、いいよ。いいよじゃん。ん？何もでこいよ。なんて？何もでこいよ。なんて？何もでこい。何もでこい？いくら払うんだよ。いくら払うんだよ。何でもう、写真じゃない、これは、これは、これは写真じゃなくて。いや、俺、そういうの大好き。嫌いなの？まあ、分かった。じゃあ、分かった。じゃあ、分かった。取らないよ。そういうのって、大体ね、中国、韓国が。分かったよ。とりあえず話そう。話そう。お前ら本当原爆の怖さ知ってんのか？何？原爆の怖さ。原爆の怖さか。知らなくて。ここはみんな言ってるよ。原爆の怖さ。そう。原爆なんかって怖いに決まってるじゃん。ふざけんな。何が？今校舎、俺が中学校舎半分ぐらい。本当傾いてる校舎。これって。校舎かな。みんな知らねえぞ。どういうことそれ。ざけんなよ。原爆。もっとね、人間に分かるようにして。俺は人間だ。ちょっと待って待って。違う。酔っ払ってないの。とりあえず。こっちのやつは本当に知らないから。この前。こっちだなんだ。東京。大阪。こっちのね、都会のやつはね、本当に原爆の怖さ。なあ。原爆ってどういうことだ。文字の。本当。原爆の方が怖いに決まってる。ここはちょっとダメか、これ。座りましょう。座ろうぜ。長崎。わかったわかった。上から話すは失礼だぜ。わかったわかった。長崎。座るけど。わかったわかった。わかった。取らないよ。なんで携帯を壊してんだ。壊してない。取るって取られるのかよくない。オッケーオッケー。ごめんごめん。握手しよう。中国、韓国系はどう？中国、韓国が嫌いなんですか？そうそう。それも、証拠を残したいからわざと読む。証拠？ああ、まあそうだね。カメラを証拠残したいから撮るやつがおるからな。それは嫌だわ。そう、俺の個人の意見がさ。そうだよ。日本の意見だ。日本の意見じゃないもんな。一人で。俺の意見だ。そりゃそうだよね。あれ？殺す？殺すのはやっぱり。日本人もそうだよ。殺すのはやっぱりやる気がある。日本人はそうじゃん。まあ話せばわかるんだよ。国旗？国旗？ね？うん。国旗？国旗？立てますか？立てる？うん。で、あの長崎の被爆の原爆計画の話を聞いた。
どう思ってるの？最悪だもん。原爆で小学校が傾いたの。いや、小学校は本当に看板ボックスされて。今原爆の違う、取らないよ。取らない。大丈夫。取らないから。傾いてて、でそれを校舎からこれぐらいの高さとか急行してもらって、この辺のところぐらいにしました。あ、親父も被爆だし、アバヤも被爆だし、そうなんだ。爆撃機から 何メートル離れたところで歩いていくの。爆撃機から歩いていける距離。あれはさ、そのさ、被爆した後のさ、その放射能のさ、被害がさ、大変だよね。おーい、待ってー、それは、ほんとね、わかるんだけど、ただ、日本人が悪いとか、被爆が悪いって言うんだけど、でもさ、違う。違う、被爆が悪いっていうのは、アメリカが悪いんだろう。そうまあ、アメリカはまあ、そうだよな。いや、戦争っていうのは、アメリカはな。負けたもんが特に今でいう観光地がわけのわからんって、まあ、南京でさ何十万人もともと南京そんなにないで、これもさ、しないんだ。まあまあ、勝ったからな、うん、適当に言ってて、そう、そういう意見があるな。そうだよ、僕はそれは賛成する。賛成する。南京大虐殺、アホなこと言ったらないの。30万人これいないの。いないよ。あのさ、日本人が日本の国を卑下するのは僕大っ嫌いな。それが変な新聞社とかに言ってるし、朝日、変な朝日新聞、某朝日新聞ね。気がっちゃったじゃん、新庄さん、僕では。南京の問題では気がっちゃったじゃん。気があったけど、真実は真実だ。原発はどうだ。正しいものは正しい。間違ってるものは間違ってる。わかる。あの南京はそう。だから、あれをね、共産党もね、変だよ。持つ必要ないだろ。いや、いや、持ってんのって言う。何で経済が回ってるかとか。ああ。日本は電気力がない。だったら、原発がなくなればいいんだけど、それは本当に。いや、今なくなってます。ゼロ。今ゼロ、今ゼロ、大丈夫です、電気は足りてます。だったら二酸化炭素、ボンボン入ってる。いやいや、違う、二酸化炭素は、原発の理由なんです。温暖化が問題。原発はね、海にね、海にね、熱を伝導してるの。海を伝導汚れしてるの。原発はダメなの。だったら、だったら、今の国力を何を持ってるかっていうと、原発が全部ゼロなんですよ。原発はなくても大丈夫。正直言うと、これからの年代なの。全然大丈夫。で、逆に火力に、まあ、水力なんてほぼ死ですから、火力ね。火力ずっと二酸化炭素。で、二酸化炭素、環境を壊す。じゃあどうするの？だからコンバインと CO2 を減らす。今、現状、言われてる二酸化炭素の量って、原発が動いてても動いてなくても、ほとんど変わらない。それをみんなが、みんなが知らないの。写真じゃない、これカメラよ。もういや、もうちょっとやめよ、それは。それは嫌だということはやめよ。俺、こっち撮ってない。こっち撮ってないよ。いや、俺撮って、俺撮って。俺撮って。お前が、自分の気持ちで感じる。俺が自分の気持ちで考えるよ。あの世界に発信しよう。堂々といいよ。やればいい。ああ、俺の思ってること。やるよ。この議論っていうのがいいことだと思ってるから。いや、いいよ。でもそれ嫌だと思う人がいるんだったらやめた方がいい。いや、取らないけど、これは俺は。あ、俺取っていいよ。IWJ の誇りだからね。じゃあ僕世界にね恥ずかしいことないの。今日俺なんで恥ずかしい。いやいや俺の考え言うよ。俺は分かった。あ、ごめん。俺はね嫌やからちょっと離れてあげて。俺の意見を聞きたいんですよね。俺は原発実は反対なんです。で、なんでかというと、その長崎で被爆したでしょ。長崎も被爆で、広島も落とされた。実は別に今も同じだと思うんだよね。
あれは別に日本がさ、もしかしたら作った原発がさ、日本で爆発したら、それを手を下げないよ。なんで？こちらの方が嫌だって言ってるんでしょ？違う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 。嫌だね。違う違う違う。俺の意見を言わないのが嫌だって言ってる。俺は、兄さんは、雰囲気的には分かってる。うまいやな。これっていうのは、まさに。島さんが手を下ろしてるじゃん。でもさ、これ、ね、離れてあげよう。どうしてもだったら、ちゃんと公開の場所が嫌だって。ここで勝手にやるから。なんでなんで。いやいや、ここは、ここは。それは違うと思う。それは違う。それは違う。それは違うと思う。やっぱりさ、議論したいのよ。みんな議論したい。話したい。議論するのにこれが邪魔だって。そう。お酒飲みたいな。まだあるでしょ。俺の意見を言わずにこれを取るのが必要だとしたんだよ、ね、そう言ってたんだよ。俺が意見を言わずに全部出して、全部出して。いや、いいよ、片付けたってここに入ってたよ。そういうことだ。まあ、誰かが走るから誰かが走るけど、だけどその前にもうちょっと、僕っていうところがあるからね。なぜ？そうか。いいよね。せっかくいい話を聞かせてくれるのにさ。そう。だけど、この人はこれを外してしまったらダメなんだよ。それが、俺が走る。これだから僕たちがちゃんと話してるでしょ。俺も話してるから逆にさ、だから闇を持ってんのよ。だから聞くじゃん。それいいですか。そうそうそう。それはおかしいな。一緒に飲むよ。ごめんごめん。これ仕事だから。いやいや、これは違うって。これはそのまあ間の違う。僕も僕もやってる。ちょっと強いじゃないですか。いやいやいや、よかったら大嫌いだから。ただ強いのは確かに。もらおう、もらおう。まあよ、いや、これ俺 IWJ っていうのは俺思うんだけど、すごいいいメディアだと思うんですよね。だってさ、こんなところでさ、起こっているテレビでは流さない議論をこうみんなに配信するっていうことはいいことだと思ってやってるんだけど、まあ、ちょっと今、まあ、そんなの伝えたくないっていう人もいるし、まあ、実際過去にもいたし、あとまあ伝えてると、まあ、ちょっと気軽に話せないっていう面も確かに、まあ、そういう人、そういう思いは確かにあるとはある。だけど彼は最後に言ったのは、こんなん撮ってないで一緒に自分の意見を言って話そうぜっていうことを言ったんだと思う。いや、それで確かにね、分かる。俺もいつも配信してたから。そうもいいのよ。ただ映ってる時には必ず撮ってもいいですかと。それはだって彼がずっとお願いしてるんですよ。だからこれ携帯、携帯俺さっきさパシッとか言ってる。これ iPhone 分かったね。伝えたことに対してね、意外と分かるけど、勝手にカメラ向けられたら怒るじゃん。そこもないよ。だからそこをちゃんと、そこを線は引こう。始まる前に行きますよって声かけたりとか、あとあのマイク置くときにもインターネット配信中っていう紙をつけておいたりとかやったりするから、そうか、気づかなきゃならないな。失敗したよ。まあまあでもちゃんとみんながこう怒って言ってくれるから幸せですね。本当にこれは貴重なメディアだから、有効に使っていくといいかなと。反自由主義、反自由主義、これは語る。こんなもんは許してなるか。テレビ、テレビとかやりましょう。テロップとか、テレビって見やすいですよね。他にも見当たらないから来るから。こんなもん絶対に分かること、言い続けましょう。あのイチャモンつけてた人、あいつらは儲けたいだけだ。イチャモンというか、まあ、まあ、こう日本人同じように自分の意見言えよっていうような、はい、こっちから言えよっていう人、あの人とんでもないやつら、一
っていいかな。アースデー。だかも3杯ぐらい飲まない。これはみんなの幸せが大事。みんな次が500万。全員4万。4万。4万。で、なんであんなこと言ったのかなって、あとで話を聞いてみたいな話してた。そしたらすごいいいこと言う。何を儲かるいうことは、今までたくさん政治家がいたけど、こうやって無所属でさ、なんていうか、当選して、そのまあ、時代の波に乗って当選したたくさんの人がいたけれども、みんな潰れていったと、本当に革命を成し遂げてきたのかいないと。で、山本太郎もそうなりかけた。人の幸せに貢献しましょうね。最初の熱い情熱だけで、政治のその変なことを言わずにやってた頃っていうか、まあそういう気持ちが大事なだけで、変なテクニックを。そう、皆さん分かってくださいよ。企業は儲けたら変なテクニックをつけることじゃない。で、その周りの人がそういうものを買いに見つけてて、だから山本太郎は激しく。なるほどね、本当はね、でも俺一理あるなと思って、まず坂上から幸せになるとんでもない、下手に政治家っぽくなってしまうよりも、やっぱり本当に反骨心だけ忘れずに、気持ちだけ持ってやっていく方がいいんじゃないかなと、まあそんだけの話なんですけど、まあ、だから僕らは自分たちの幸せを意外と横向かないでも、でも分かんないよ、分かんないですよ、俺ちょっと分かんないなと思って、事業用の全部分解を外線キャラバン、本当に全国回るっぽいね、すごい、すごいよね、挑戦したばっかり、まあまあでもね、まあ、10月中旬からここから始まるから、まあ、うん、でもね、やっぱりなかなか外選挙、この政治家もやらないんだよ、選挙の時やるけど、選挙終わったらやらないからさ、選挙終わっていつもやるっていうところは偉いなと思うよ、そうだよね、本当にそうだよね、本当にもう、今日は2年後とか、国会始まったらもう通ったよって、予算も終わって2週間勝負ですよっていう、それは確かに今訴えないとねっていうところだから、確かにそうね、外選挙に手を取ったら、勝ったのはすごいなと。確かに。それだったらまだその堀川のなんか、堀川なんかの人がいて、いいね、あれは本当に。頑張ってるかな。だから、エサバの考え方揺れるためには、だけど、本当に成功させるっていうことを、ベースに考えると、彼は、その、政権を取りに行くって言ってて、で、あれは、その多分、横にいた斎藤正史さんだけど、あの人のセリフだと思うんだけど、その、あの人がやっぱり革命をするなら政権取らなきゃダメだって言ってたんです、はいはい、まあ、確かにその通りだな。政権取るって、じゃあ何人衆議院に次送り込むのか、400人立てるって言ってたから、本当にやろうとしてるんだろうとは思うけど、でも現実はやっぱりそこまでは難しいよね。まあ、あれなんでね、どんなことでも一気に変えようと思ったら、それは当然、どんどんできるかよって思うんだけど。ちょっと徐々に変えていけば、気が付いたら変わってたわみたいな風になるんで、ね、多分そうだね、だから誘導してて、言ってることも分かんないと変わらないし、まあ、それは三宅さんも言ってたけど、うん、女性は必要です、どんどんこうツイッターで無線とか、どんどん地方議会出てくださいよみたいな言ってて、だから反対が変わるところから変えていかないと、だから変わるところから変えていかないと、トータル最後変わるみたいな、そういうことだと思うんだよね。最後気が付いたら変わってたわって今で言えばみんなで行く時間がね、いいんですよ、あんたね終電が終電を逃す恐れが終電がなくなる、大体議論よし、じゃあ今日はもう終電がなくなるから、またよし、じゃあ今日は撮影終了、事件に弱いって言われてて、4人も見てくれてる、今が安定なんだよ。